歴史、歴史とは、紀元前2世紀頃に書かれた古代ギリシアの政治家であり、歴史家ポリュビオスによる歴史書である。ポリュビオスはギリシアのメガロポリスの貴族であったが、古代ローマとの戦いに敗北し、反ローマの陰謀の容疑でローマに連行された。抑留中にローマが短期間で支配地域を拡大した歴史に関心を寄せる。 結果的にポリビオスは裁判の判決を受けず、紀元前150年に帰国を許されたが、彼はスキピオ一族との信仰があったことから、ローマ軍の陣中でカルタゴ滅亡を目撃した。本書は全40巻であるが、当初の構想は第3次マケドニア戦争の序述が含まれる第29巻までだった。第30巻以降は第3次ポエニ戦争、 地中海世界の統合、ケルティベリア人の反乱、アカイア連邦の反乱、紀元前146年のコリントス陥落までが除述された。しかし現存するのは最初の五感までであり、大部分は作者自身が作成した適用などで残るのみとなる。歴史除述だけでなく生態循環史観という独自の歴史観を示したことからも知られている。ポリビオスは政治秩序の本性が 生態の循環であるとして、それによって、様々な生態は変化し移行しまた出発点に戻ると論じた。例えば過等性の害悪を経験した人々がいる、間は平等主義や言論の自由を重要視する人々が民主性を支持するが、孫の世代になると自由と平等に慣れきってしまうために、自由や平等の価値を大事にせず、暴力的な生態へと回帰するとした。 ポリュビオスはこの観点から、ローマの繁栄もいずれは衰退に向かうと指摘し、自然に成長したように自然に下落していくことを密通しながら、歴史の叙述によって、それを明らかにしようと試みている。ポリュビオスの歴史全39巻のうち、日本語訳があるものを一家に示す。ありがとうございます。